三野沢岳は、基礎山脈にある標高2847メートルの山。狩猟線上にある宝剣岳から南西方向に伸びた尾根上に位置する。三体すべてが長野県に属し、基礎群上松町と大久村にまたがる。地形図では、三沢岳と表記されているが、三野沢岳が用いられることが多い。麓の基礎谷の上松町。 木曽駒ヶ岳や宝剣岳などから、丹精な三角錐のその美しい山陽を眺めることができる。木曽川の支流の滑川及び稲川に挟まれた両線状の山で、それぞれの川の支流の三の沢の源流となっている。この三の沢の源頭部の山であることが、三名の由来である。山頂には三等三角点があり、大きな岩が乱立する展望台となっている。 三の沢だけを含む中央アルプスの主要な山域は中央アルプス国定公園に指定されている。北東面の稲川源流部は氷河地形の三の沢カールが見られる。このカールは基礎山無薬の基礎川側での唯一カール地形である。氷河によって削られて堆積したモレーンの地形が原型を止めている。山体は河口岩で形成されている。山頂部には 巨石が重なり合い、独立峰のように見晴らしの良い展望地となっている。中腹は、鉱山帯新葉樹林。山頂付近は、森林限界を超える鉱山帯で、青の賀桜、うさぎ菊、小牌景層、品野金梅、駒薄雪層、高根群内風呂、チングルマ、ハイマツ、白山市毛、白山千鳥、白山風呂、宮間金峰毛、宮間黒百合。 三山大根草、四つ葉塩釜などの多くの鉱山植物が見られる。花の名山の一つとして、NHK のテレビ番組で、花の百名山三の沢竹駒臼雪草として、紹介されている。エーデルワイスに似た花の姫臼雪草は、周辺の山域のみに生育する基礎山脈の固有種で、三の沢だけでは、山頂部の岩陰や砂基地などに分布している。 三の沢岳の南面には、小牧系層の群生地があり、山頂付近の斜面は、多くの白山地鳥が分布している。資料船の極楽平付近から三の沢岳にかけての、砂基地などに、青の菅桜のカーペット状の群落がある。基礎山脈では、南駒ヶ岳のすり鉢久保カールに次ぐ、鉱山植物の群生地で、稲川源流部の北側斜面に一体と、 山頂直下南斜面の2カ所に大群落がある。木曽駒ヶ岳から望む山の沢岳、左奥に宇津木岳、宝剣岳の南側からは、山の沢岳方面に尾根が伸び尾根図いに登山道が開設されている。訪れる訪問者は木曽駒ヶ岳と比べると少ない。登山道周辺では多くの鉱山植物が見られる。1967年7月に駒ヶ岳ロープウェイが 開通したことに伴い、訪れる登山者が増加した。資料線から木曽川に外れた両線上にあることから、木曽駒ヶ岳と比べると訪れる人の数は少ない。山頂には花崗岩が積み重なりそこからは、木曽駒ヶ岳、宇津木岳、乗倉岳、岳岳御岳山などの展望が広がる。標高百四十六メートルの日本で十六番目に高い広報であるが、 基礎山無役の主猟線から外れた箇所にあるため、中央アルプスの重装を行う登山者が立ち寄らない場合がある。登山鉄器は6から10月頃で、初夏には残雪があり、登山道周辺での主な鉱山植物の開花時期は7月上旬マイナス8月中旬頃。山体は基礎川にあるが、麓から直接登る登山道はない。 稲川の線上時気カールから極楽平らに登り、宝剣岳との分岐から尾根ずいに、山の沢岳山頂へ向かうのが一般的。山頂に至る登山道はこの一本のみであり、その途中の山頂手前には遭難慰霊碑のケルンがある。登山ルート上に水場はない。木礎駒ヶ岳周辺には多くの山小屋がある。駒ヶ岳ロープウェイの洗浄時期駅に併設されている。 ホテル洗浄時期は一般の宿泊施設で日本で最も高い場所に建つホテルである。三の沢岳の周辺にある山小屋を下表に示す。木曽山無役の北西部の塩根城にあり、主領線からは独立峰のように見える。その稜線は、さらに中三の沢岳、独六標、木に倍は中八町峠、伊都瀬山から須原方面まで伸びている。また独標からは、 どっぴょが、北北西に、天狗山、風越山へと伸びている。木曽山脈では、木曽駒ヶ岳、宇津木岳に次いで三番目に高い山である。木曽川を挟んで西側に対峙する、御岳山から望む山の沢岳周辺の山田から、木岳方面から望む山の沢岳、木曽川水系の滑川の支流である山の沢の、源東部となる、山源流となる以下の木曽川水系の河川は、 太平洋側の伊勢湾へ流れる。木曽川の支流の滑川は、軽流から順に、左岸側に1の沢、2の沢、3の沢、A1 沢、A2 沢、奥3の沢、4の沢、5の沢、宝剣沢の支流に分かれ、3の沢から奥3の沢にかけての流域が3の沢だけ北面を源流としている。山域には一般道と林道はなく、 基礎山無薬狩猟船上の方圏岳の南から山頂に至る登山道が開設されている。ありがとうございます。